去年12月、神奈川県川崎市の多摩川の河川敷で、スーツケースの中から46歳の男性の遺体が見つかった事件で、警察は男性の遺体を遺棄したとして、元交際相手の女とその母親ら、30代から50代の男女5人を逮捕しました。警察によりますと、死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、西高舞容疑者、32と、その母親の美穂容疑者、51、西高翔吾容疑者、34、ら男女5人です。この事件は、去年12月30日に、川崎市の多摩川の河川敷で、釣り人が見つけたスーツケースの中から、動画配信の活動をする原忠之さん、当時46の遺体が見つかったものです。原さんの遺体は、手足が折り曲げられた状態でスーツケースに入れられていて、首には絞められたような跡があったことなどから、警察は殺人、死体遺棄事件として捜査をしていましたが、25日、事件に関わった疑いが強まったとして、西高容疑者ら5人を原さんの遺体を遺棄した疑いで逮捕したことが分かりました。警察は、この5人が原さんの死亡の経緯についても知っている可能性があるとみて調べています。